お疲れ様スロットです。今日ですね、こちらの最新マジオチョロブリコをやっていきます。というわけで、トルネのないね、はい、マジオチョロブリコが登場したのでやっていきます。で、もちろんのことね、います。はい、彼らもいます。フェニモンですね。はい、でもフェニモン持ってねえよ、イニレベねえよって方は、まあ、文句はね、もちろんバルキリーでいいかなと。元がバルキリーなんでね、で基本バルキリーなので、まあ、バルキリーで良さそうで、フェニックスレベルなかったらコウモリかな。コウモリしか思いつかないですね。昔の方に戻っちゃうけど、ほぼ。うん。コウモリで良さそうな気がする。でも、コウモリだと、フェニックスがね、まあ、強いんでね。フェニックスがちょっと辛いみたいな、とこはありそうですが、ぜひやってみてください。さあ。まあ、なんか基本的に、ウォールブレイカー、ゴブリン、あとはフェニックスの卵がウッド枯渇ですよ、みたいな。呪文枯渇ですよって感じかな。いや、めっちゃダメージくれんな。ありがてえ。あ、で、この人のデッキは、あれだ、キョスケロイフグですね。マザネクザッピー。あー、嘘つきました。チンパンエリゴレに進化してるかもしれない。ヒーラー？ヒーラーってエリゴレしか。え？いやー、フェニックスのエイムがいいな。いや、マジで。リーガーできます。まあ、これは、マジ一旦落ち着いて。マジ一旦めちゃくちゃ落ち着きます。で。しっかり卵処理して、よし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 、まあまあまあ。で、これ一本折られてるんですけど、左も削りつつのエリクサーも回収できるんで、いや、悪くないですね。悪くない。いや、全然悪くない。だんだんめっちゃいい。めっちゃいい。めっちゃいい。あー、ライディー。あのライダーマジで。無理だな。抜きます。ぶち抜きます。ぶち抜き太郎して。あー。いや、でもゴブリンで実はキングを狙ってるっていうのがバレてない。にゃー、神。ヒーラーだけやってくれれば、エリゴレなんか本当に。ただの巨体。ただのデブイだけなんだよ。うわ、マジ。ごめんなさい、そんなこと言って。フェニックスやばいか。マジは、本当に。やばい。ただデブイだけとか言ってごめんなさい、マジ。許してほしい。折れるんかい！ちょっとマジでやばい。いや、マジで、一気にピンチになった。ごめん、ほんとにごめん。ちょ、マジで、謝るから、謝るからごめん、マジで。マジで謝る。謝るって言ってんだろ。やめろ。ノー！勝っちゃったよ。気づいたら勝っちゃったよ。あぶねえさ、エリゴレチン野郎来たっすね。いや、まあ、きつい、きつい、きついな、きついな、きつかったな。なんかね、ボーポイ、今の環境で、このポイズンもクエイクも、何も呪文がない、ウッドだけっていうのがちょっとこう珍しいかもね。やっぱフェニックスだったり、まあ、フェニックスか、フェニックスが強いんで、ここ最近だと本当にポイズン、の採用が高いですね。基本ポイズンだったり、もうポイズンしかねえな。ポイズンかチンパンか。ポイズンで守るかチンパンかしかないんで、そんな中でこのウッドで守ろうぜっていうね、デッキなんでね。よいしょ。頑張りましょう。今回の相手は、ポイズンではなくチンパンです。はい。そっちが来ましたね。いやー、エリババ、マジやめてほしい。エリババなんで、まあ、ゴレか。あー、なんか珍しい。神器？珍しいっすね。ゴールデン、あー、これマジで、タワー走るやつ。あ、マジで。そっちがタワーに走っちゃダメ。いやー、痛すぎる。あ、お願い、射抜きたいけど、いや、これ射抜きたいけど、見えたらアドがすごい気がする。
ああ、まあ早く打たれるんだけど、マジであとやばい、シレットお願い、コストがないんだ。よしよし、いや一回耐えてしまえばみたいなところあるね。でエリババとかはマジでなんか真ん中に集めてウォールブレイカーでお散歩お散歩お散歩ってしとけば基本的に何でも止まるので、よしよし、ジンギア勝ちたいね。あのゴルナイだけね、マジあいつだけ、あの本当に組織とは別のマジで最強すぎる相手なんで来た。やばい、これだけゴルナイだけ、これだけ、うん、すぐ走ろうとしてんの。これファイボとタルでしょこれ。あー、めちゃくちゃいいエリババやん、多分すり抜きこそ。あー、めちゃくちゃいいエリババやん。あー、マジで卵で相手にね、マジアチャがいなさそうなのはね、幸せになれるですね。よし、黄色おじさんだけ、でファイバットのやべえな、ドンピシャ、いいファイボだお兄さん、メリバ使ったっしょ。え、おマサネク、その杖長すぎだろ。うん、悪なし、いつでも固まれる。うわーマジゴールナイ、ゴールナイだけはもう死んだ、ゴールナイ、ゴールナイかける、あでもディガーで切る許容できる。よし、さあディガーで削って削って削んなきゃタイブレイク敗北しちゃうので、顔面墓石、いやーマジチいいよ、スキピ走りたい、届かないねその位置。よしよし、いやもう一生こうやってディガーでコソ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 削っていくと、マジ絶対きつい、うん、よしよしよし、ああ左まではそんな削れるとちょっと良くないね、じゃあマサミクをね、お入るぞあれ、うわー、ザッパあったんかい、え、サンスペ、ちょっと待って、でも分かんないことがいろいろ、よし、やばい、ずれてる、いやマジアチャなんか一生殴ってんだ、天才か。さあディガーも入って、マジアチャも、おい熱い何も言葉出なかった、よし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 、まあ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 、陸陸はねやっぱウォールブレイカーもゴブリンもディガーもフェニックスのトレコもボムダウン、何でもまあ陸に関しては何でもあるんだね、陸は止まる、空は気合とか言ってたらウェルカム、そら、ゴリゴリのラバ使い。でもゴリゴリのラバ使いが玄関今日何使ってんのかちょっと楽しみじゃね？何使ってんだろうね。ゴリゴリのラバ使いよ。いや、アイスイス出てきちゃった。これまたびっくり。これやばいね。もうラバとは真逆の、超鉄壁。ああ、ラバじゃ無理だっつって。鉄壁デッキになり変わってんだけど、今回なんてさすがに抜くよ、
さあちまちま削っていこう。まあ遅延スケラはねむずいね、むずいとしか言えないけど、ちまちまやっていくしかない。あー早めの樽いいね。いやー俺分から右入らんか。あーいいトルネ、うわ美しいなトルネが。さあこれ3と3が行きたいな。いやーめっちゃ微妙か、タレで終わるよな。いやー渋っ。まあ守ってくるっすよ相手は。これお互いダメージそんな通らないと思うんで、緊急うまい。もうこうちま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 行くしかないっす。間に合い。でかい2発。いやいい位置、ナイスイズだ。いや入りすぎ。いやマジスケラそのわけやばい。ありがてえ。頼む耐えろ。ナイスナイス。あぶねえあぶねえよ、あぶねえ、怖えよ、苦しいよっていう36。熱いっすね。いやマジ一生攻めてあれだからな、マジでこんなん同サイドになったら降りっすね。逆サイドにね逃げてよかったっすね。遅延つけろとか危ないマジ。さあマジアチャがでもやっぱ強いね。さすがの車って狙っちゃおうかな。いや待って文句のせいで、ああ成功しちゃった、まあ、さあまあボムでいいんじゃない。なんかボムとか大砲とか施設ってねなんか思ってるよりも置き得なんだよ。相手がそのゴーレムとか、まあ、ラバなんかその何エリジャイとかだったら
容易にね使っちゃダメだけど、これ迫撃とかだったらね全然全然ユニットでも受けれるし、ピュッ、うん、迫撃ディガーの吹き矢スケブスケキンフェニックス入り。ファイボーはねあると思うんですよね、うん、これ美味しいぞ。なぜなら卵だけ俺がもらえる。おい、やべ、全然うまくいかん。いやでもあれ、よしよしよし、熱々、お、熱々熱々熱熱、これでスケートもできます。うっ、いやー卵なかった。あ、来たわ。マジか。え、あ、待って、2個ついて、ちょっと待って。今、完全卵 MAM だったのに、卵なかった。やばい、これ D が来たらやばい。よしよし、まあ来たから結構来みたいなとこあるよな。でけえ。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。さあ、ちょっと怖かったですけど、こんだけダメージ入ったんなら、イモイモしとけば、いいでしょ。さあ毎回ね受けを変えましょう。今回はハシマロード、次は低めですね、ユニットか。ギガー飛ばしてもさ、相手スキブもギャングもいんねんな、えぐくね、なんでもおるやん。やばい、なんか反射が。えらい。あーめちゃくちゃいい。おおお、待って、ウッドが神、ウッドが神すぎる。ヨンクスワン、やばっ。待って待って待って、ウッドがそんなつもりじゃなかったんだけどな、なんかたま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 噛み合ってる。いや、橋前マジやちゃに、あのファイブじゃなくてね、スケルトン部隊とかギャングとかが来ると思ったんですよ僕は。でウッドをね転がしたらね、あーファイブ来て芝打ったやないかい、と見せかけて天才か。相手がもう、あ、なんなら合わしてるまであるよね、俺のプレイに相手が合わしてくれてんじゃねこれ。じゃないとなんか納得いかんくね。ラッキーなんけどね。さあ、ユギアとはあのチンパンです。はい。一言で言う、オーマン。どんな？今左行ってたよ。チンパンです、マジで。エリジャイっすね。エリジャイオチンなので。で、エリジャイミラーの方のチンパンですね。まあ、ミラー来たらモンクフェニーで耐えれねえかな。あー、え、やば、男すぎるな。あーあー、そういうことか、すべて温存でこの後にね。うわ、偉いなぁ、そんなリポン。あれ、やばいよ。ゴブリンもいて。うわぁ、ゴブリンいる。いや、やばい、ゴブリンの。しかも、未来リポン。あ、未来リポンに行く。いやぁ、待ってよ。おつけ、ゴブリンの時に投げても、50% って言われる。じゃあ冷静に行
多分ね守れると思うんですよね。うわーマジトルネ強っ、怪しいな。非常に非常に怪しい。ボムタワー3個ぐらい置きたい正直。いやボム残んな、熱い。いやお前は残んなボム。やべ終わる、あ終わる終わる、マジで鳥ゲーやんマジでやっぱ大型やっすね。もう止まりきせんかったもん。あれガンガンエリポン壊したいんですけど、やっぱねこういうプレイヤーたちはねエリポン延命がもう天才なんですよ。あの見たら取るね、俺のディガーは着地と同時ぐらいにあれーっつってなんかどっかに吸われてって、あれマジどっちにねエリポンのどっちに前も横どっちに出しても吸われるトルネなんでね、あんなトルネされるってなるとあのトルネを読んでちょっと違う位置にね飛ばしたりしないといけない。さあこの人はこの人もイカれた族ですね。ファルチェエリババフリーズホグみたいな、トルネザップフリーズみたいな感じだった気がすんな。俺のイカレデッキリストに入ってるわ。おい今日のウッドはちげえぞ完全運だけどな。でゴブリンってねキング起動されるんですよね、端前出したら。まあさっきトルネ使ったんでいいとして、さあチクチク削りながらフリーズあるんでね、僕が守れば負けないみたいな。パッキン、うっ今来そうだったんですけどね来なかったね。いやエイムよ、あ苦しそう、避ける、えらい熱い、文句マジ。いやー火力高いのに惜しいね、結構いった。今ディゴ行くと4コスホグで、ホグの受けだけ一応考えながら、ガゴムレフリーズ危ないんだよ一発。うわーこれちょっとやべえな、カウンターえぐいぞ、えぐいが先にボム置いちゃうっていう、はい、ボム置いて、よしよし、これでこの間相手のホグはね大丈夫です。よしよしよし、あれやべ待ってウッド下手すぎ、多分クラロワのプレイヤーの中でウッド俺が一番下手説がないかな。嬉しくねえな、待った、おいでこれ走ってる、これ無視だと思うんで嫌がらせ追求して、よし、いやマジで強えな。マジアチャで、右にも左にもわっしょいわっしょい、
いやうまでも文句が素晴らしい、ウッドもいらない、もうワンズ付きですね。いやーこの位置のディグは読めないよ、読まれるんだな。まあフリーズでマジでこれ射抜きそう、すごい。あ文句変なとこで、あれうん射程が長い、ナイス射抜いてく。いやめっちゃ強いなこのニッキー、大型だけねマジできついですけど、皆さんぜひやってみてください。ではお疲れ様でした、まだにー。